戸隠スキー場はですね、実はですね、結構あの割引お得というですね、いろいろサービスがありまして、ですね、まずですね、50歳以上のですね、マスターはですね、割引なんですね。それから午前コース午後あの午前券と午後券がありますので、まあ宿泊して午後帰るっていう人は、午前券買えますね。それから我々のようにですね、まあ日曜の朝起きてですね、そして、今日は天気がいいからスキーでも行こうかなっていう方にはですね、午後券がありますね。ちょっとですから10時頃ご飯を食べて、日曜日ですから、ゆっくりと出てきてですね、ちょうど12時頃になりますと、午後券が買えるわけですね。はい。それから4、5時間滑って、そして帰っていくと、4時間ちょっとですかね、4時間半くらい、滑って、降りていくというあのサービスがありますね。これも非常に利用しやすいサービスだと思いますね。それから2日券、3日券もありますね。はい。戸隠はですね、実は、戸隠神社の門前町っていう歴史がありまして、非常にあのお蕎麦の美味しい宿坊がですね、たくさんあるところですね。ですから、そういうところでですね、に泊まりながら幾日かスキーで遊んでもいいんじゃないでしょうかね。はい。それでですね、戸隠はですね、まあ、あの長野県はですね、温泉の多いところなんですが、戸隠とですね、まあ、黒姫山麓は、どういうわけかですね、温泉が少なかったんですね。そんな中でですね、戸隠にですね、待望の天然温泉が、一つオープンしております。これ、名前がですね、上杉温泉、ユニーク館っていう名前の温泉ですね。はい。そこはですね、天然温泉で、非常に澄んだですね、源泉が流れてますね。はい。そこにも帰りがけにちょっと寄っていくといいですね。はい。スキーというのはですね、非常に暖かい格好してますけれども、体のこうあちこちがものすごい冷たくなってるんですね。で、その冷たくなったところの血液がこう、全身に回り出しますと、やはり体全体が少し冷えてきてしまうということが全体に言えます。ですから、スキーの後はですね、温泉に入って、まあ、体全体をしっかり温め直してからですね、帰ると風邪をひくことがありませんね。はい。それとですね、もう一つ言えることは、非常にですね、スキーの後というのはですね、疲れていますし、もうものすごい開放感がありますし、それからスピード感もあるんですね。で、車がまあ尋常でないスピードが出ててもですね、あまり気がつかないっていう場合もあります。はい。で、そういう時にですね、実は、スキー場の周辺の道路っていうのはものすごい滑りやすくなってますね。はい。で、全然滑らないところと、それからつるっと滑るところがこう交互にあるような場所があるんですね。で、そういうところで皆さん、雪道に慣れない方はですね、事故を起こしてしまうということがあります。それとですね、戸隠スキー場は、無料駐車場ですね、すべて、無料駐車場です。そして、早く行けば行くほどですね、ゲレンデに近い駐車場をに止めることができますね。はい。そこら辺もちょっとお考えください。それから、ですね、夜ですね、深夜に出てですね、朝着いた方がいらっしゃいますね。で、そういう方向けにですね、仮眠所が朝の4時半からですね、8時半までオープンしております。それはですね、戸隠のゲレンデに、戸隠スキー場に入っていってですね、一番どん詰まりの駐車場ですね、その駐車場の近くにですね、岩戸というですね、レストハウスがありますね。はい。その1階がですね、仮眠所になってます。
はい、ですから朝早く着いた方はそこでちょっと寝ることができますね。はい、皆さん結構ねゲレンデで眠いって言われてる人が結構耳にしますんで、やはり、徹夜で来てるっていう方がいるんでしょうね。はい、でそういう方のために仮眠所があります。利用も無料です。はい、それからコインシャワーもありますし、それから更衣室もありますね。はい、そういうところもご利用ください。はい。